はい、今回はアルペジオの弾き方です。アルペジオとはコードの音を順番に分解して弾くということです。例えば C の場合だとこうですね、もう人差し指でこうですね、これを一本一本バラバラに弾くということです。こうですね、これ弾く順番はいろいろ適当にその時の感じで変えますが、この時今親指一本で弾きましたが、基本的に親指、人差し指、長指、薬指、この4本の指を使います。まあ、今のを1本ずつ各指で弾くと順番に親指、人差し指、中指、薬指、4弦に、3弦、2弦、1弦、こういう弾き方ができます。あとは、薬指使わないで親指、人差し指、長指で弾く場合は親指4、親指3、人差し指2、中指1弦、こういう感じでできますね。はい、でこれを、コードを変えて弾くとこんな感じですね。これがアルペジオという奏法です。まあ、例えば、見上げてごらん夜の星をみたいなフレーズだと、こんな感じで弾くのがアルペジオ奏法という弾き方です。はい、ではやってみましょう。